木曜人生劇場天知人。はい、皆様こんばんは。こんばんは。木曜8時木曜人生劇場天知人のお時間がやってまいりました。はい、この浅草橋鳥小屋神社前のスタジオより、はい、コロナ対策をしっかりして生放送していきます。はい、おなじみのトレールフレッシュ、はい、ます、はい、ありがとうございます。はい、今日はね2人でね、はい、オープニングトークは分担してやってますので先週全番ちゃんにやってもらったから、はい、そうですね。はい、ではパーソナリティを務めますのは私アシスタントの黒田由美と株式会社パワープラントの安慶先生です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、あ、そうだ、今日第一声、はい、先週の続きで、はい、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。セクシー、ありがとうございます。はい、もうこれ以上やったらね、はい、あの先週のカオルンがおっしゃってたように、うん、ね、どうなっていくんだろうこの番組ってなりますからこの辺で留めておきましょう。はい、はい、それで、はい、今日のオープニングトークはですね、はいはい、近況報告ですね。はい、先週ね、はい、ご案内させていただきましたクラファンですけれども、はい、なんと、はい、この1週間で無事に達成させていただきました。はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ね、皆さんすごい応援していただきまして、はい、ありがとうございます。確か土曜日と日曜日に、うん、土曜日の夜10時と日曜日の朝7時に、はい、ね、ライブ配信でグループでミーティングライブ配信で、お話を、はい、ゲスト招いてねトークライブをさせていただいていまして、ね、たくさんの方にご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、引き続き実はクラファンって日にちがこう1回ね設定するとずっと続くみたいでですね、うん、はい、あと多分30日ぐらいずっと開きっぱなしなんですって。それで、ね、最初にやってこの期間満了までは開いておりますのでいつでも覗いていただけますととても嬉しく思います。ありがとうございます。まだ、うん、応援はできるものなの？あ、はい、応援は、はい、ありがたいことに、はい、本とか、うんうん、公式手帳とか、うんうん、あと本と公式手帳をこうサイン付きで、はい、セットになってるのとか、なんか本、このビジネス帝王学3冊おまとめとか、うんうん、あと、私のね、私からのメッセージで、うんうん、その方にっていう、こうお礼のメッセージプラスアルファっていうののご用意とか、はい、あと、ね、驚きました、はい、実は2月の2日にねリリース、うんうん、で一番最初にもうすぐに皆さんと一緒にこうパーティーというかワイワイ、ね、したらいいなと思って、2月の、ね、3日に、うん、銀座の会員制のお寿司屋さんでですね、はい、6名限定で、うんうん、ね、ランチ、はい、食べ放題飲み放題で食べ放題寿司食べ放題っていいね。そうです、うんうんうん、それをね企画しまして、はい、そこがすごいですね。皆さん楽しそうって思ったのかすごいお申し込みがあって、はい、あと伊勢神宮にお参りしましょうねっていうのもね、はい、私ね愛知が地元ですからね、はい、それで伊勢神宮私がワゴン車で皆さんと一緒に名古屋集合で行こうっていう企画も、はい、ね、まさかね、愛知じゃない人ばっかりがお申し込みという感じでですね私もそこに紛れ込んでますそうですね、そちらはあと数名申し込み可能だと思いますのでね、はい、もしエイプリルフール4月1日金曜日でしたね確かね、うん、金曜日で金土で、あ、じゃあ行こうかなっていう方はですね、ぜひお申し込みいただきますととても嬉しく思います。はい、はい、そんな感じで他にも全国ツアーするんですよね私これから、はい、で、全国ツアーのVIP 席のご用意をさせていただいておりまして、VIP、うんうん、席もクラウドファウンディングの中に入っております、はいはい、それは直接申し込む場合があったのが、うん、それがクラファン経由でも申し込めるっていう感じですね。ありがとうございます、はい、今画面に出していただいてますね、はい、そうですね、どっちからもお申し込みできます。で、まあ、クラファンの方はお申し込みいただいた方に、プラスアルファメッセージと、うん、皆さんが望んでおられそうな、私の今年こういうふうにするとよりこう爆上がりするよっていうメッセージを、プレゼントとして付けさせていただいて、はい、うん、であとまあ普通にチケットショップにもございますのでそちらでご購入いただいた方は、はい、もちろんねお会いした時にはもう大歓迎で、で、はい、ね、
リアルにね、そこでお会いする方に関しましては、おっしゃっていただきましたら、私もね、今年はシルバーの筆を持っておりまして、去年はね、ゴールドが多かった、ゴールドの筆でサインをさせていただいてて、で去年途中から今はね、もう実はゴールドずっとやってて、シルバーに変えようって思ってですね、今シルバーの筆、あのあたりじゃない、12月のパーティーから急にシルバーに、ね、シルバーに変えました、うんうん、そうちょっとね様変わりしましたんでね、はい、皆さんたくさんサインさせていただけるようにですね、はい、3本ぐらい用意して持っていきますからね、現地でお会いするのをとても楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。効果音出ると嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ね、ぶっちぎりの、うん、今ほらね、全国行脚してるぶっちぎりも今どんな感じ、も半分、ぶっちぎりはそうですね、ちょうど半分ぐらいですね、うん、こっからそうですね、あと1回2回3回4回3、うんうん、いやズームもあるから4回、はい、4、5回やったらもうこれで今シーズンは終了っていう感じになりますね。はい、そうですね、1回お申し込みいただいたら、うん、この全部のねぶっちぎり開催中はどこに行っても、うん、フリーパスになっておりますので、うん、2回3回お聞きになりたい方はそうですね、はい、いらっしゃいますよ、ま、今のところ 1、2、3、3回今期3回ぶっちぎりを受けてくださった方と2回受けてくださった方、私も存じ上げてます、しっかりと、すごいですね、うんうん、あとなんかね、今回って初めて参加される方も比較的多かったと思うんです、うんうん、それで、まあ、私、このぶっちぎりっていうコンテンツというか毎年やってまして、うん、そうですね、1回目の時から、うん、もう1回それ申し込まれたら各地でやる講義は、うん、飛び入り参加でバンバン参加して OK ですよっていう制度をずっとやっておりまして、うんうん、それをやってますって言ったら皆さん比較的そうなんですかみたいなリアクションに私は逆に新鮮でうん、うん、特に東京知らなかったもん。ああ、そう、うん、そうそう、何度も情報量がすごいですから、うん、こうなんか2回3回聞くと、あ、そうかってすごい染み込んでくる部分があるんですよね、うん、それでね、いっぱい聞いて面白かった終わりってなるんだったら、ね、何回も何回も受けていただいた方が、はい、お金はね、もう金額決まっていて、うん、あとお時間の投資はご自身でなさっていただきましたら、うんうん、ね、どれだけでも受け取れますよっていう私の思いの表れでさせていただいております、はい、きっとまだ来ると思いますよ、5、6回受ける人いると思いますよ。昼休みはあるけど、うん、トータル7時間よね。そうなの、うん、どう7時間受けてどうでした？でもあっという間だったよ、うん、なんかあっという間、そう、うん、もう、まあ、ネタバレなのかわかんないですけど、前半はね、うん、前半はこうもうトータル今年1年というか、まあ、来年1年、うん、どんなこと記憶されてますか？あ、今試してます、公開で試してます。クロちゃん頭いいから。刷新の次、刷新の次でね、うん、芽吹くとこですよ。芽吹くとこですね、はい、そうですね、はい、上手に言いましたね、上手に簡単に言って、あ、正解です。いっぱい漢字をね、うん、あ、漢字の勉強になるというか、あ、そうですね、日本語の勉強になるというか、いろんなこう考え方があるというか、うん、すごいいろんな角度から、うん、多面的にね、あんちゃんが今の新しい情報まで盛り込んで、ありがとうございます、男性が聞いても女性が聞いてもすごく面白いと思います。あ、そう感じてくださいました。そうありがとうございます、うんうん、ねえ、うん、そんなところでですね、ご興味ございましたら、はい、まだ受けれますからね、はい、ご参加いただけますととても嬉しく思います。はい、はい、そしてね、どん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 近づいてきますね、2月2日、うんうん、今土曜だからね、土曜だからね、うん、土曜の終わりかけらへんに2月2日が来て、うん、それは次の日が節分になって、はい、そして立春になってっていう、このなんか最後の大晦日、晦日みたいな感じですかね。めちゃ忙しいやん、本がそうですね、うん、出てね、そこで角川さんからご連絡をね、はい、今日いただき、はい、昨日かな、ご連絡いただきまして、うん、角川さん主催で、オンライン、ちょっと今ご時世的にという感じでオンラインで、はい、出版記念、うん、どこよりも早くってことで本出る前に角川さんが企画してくださっていましてね、はい、1月の30日の、はい、確かお昼過ぎぐらいからだった、うん、3時とかかなぐらいだったと思います。それでアンさんもっと告知してくださいってこう、はい、連絡があってですね、はい、じゃあ告知しましょう、告
告知させていただきます。そしてきっとなんかメルマガとかツイッターとかも、はい、させていただくことになると思います。どこよりも早く天知事に、ねはいね、させていただこうと思います、はいはい、1月の30日ですね。チケットがね確かあと1週間で買えなくなるらしいです。はい、この CM 中に私、Facebook に関しましては URL を出させていただきますし、あとあずりさんでご覧になっている皆さん向けには Twitter とか他の SNS で発信させていただこうと思います、はい、よろしかったらねご参加いただけますと、はい、とても嬉しく思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では今夜もね8時50分までお届けしてまいります。はい、この番組は人の人生はためになるをモットーに各方面でご活躍されているゲストの天知人に迫ります、はい、自分らしく生きるヒントや苦難を乗り越えるコツ、チャンスをつかむ方法を引き出して視聴者の皆さんに気づきと勇気をお届けしております。鳥越あずり FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただけます。はい、そこでこ今集中しましたありがとうございます。ではですね、CM の方をご覧いただきましょう。はい、ありがとうございます。あんちゃん垢抜けてるってコメントいただきました、はいはい、本日のゲストはですね、あなたを忘れない株式会社の、三村麻子さんです。よろしくお願いします。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます、はい、どこの女優さんを女優さんに来ていただいた感じで、はいはい、ありがとうございます。さて今日は話がね、もう私先ほど神回って書きましたからね、もう神回になりそうって書きました。さっきね、頑張ります。ありがとうございます。そしたら三村さんに自己紹介していただきましょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。皆さんこんばんはなんですかね。こんばんはですね。あなたを忘れない株式会社の代表しております三村麻子です。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。もうこの社名で皆さんびっくりする。びっくりしますよ、うん、二度聞きされるでしょう。はい、本当によく聞かれます。どうしてその名前になったみたいなこともよく聞かれます。そうですね、まあ、ただ私どもトムラウという業界におりまして、うんはい、何が大事か、もう社名決めるときに、うん、もうけんけんがくがく、うん、まあ、もう半年間ですね、うん、みんなで考えて、はい、出ないんですよ。もうカタカナの名前とかね、アルファベット並んでるのとかね、もうたくさん出てきたんですけど、はい、まあ、その時の創立メンバーが全員遺族を経験してる、うん、そういうもうパートナーを亡くすとか、うん、もう本当にこう親以外のコアな相手をなくしているメンバーなんですね、うん、でその時に我々一番何大事、うん、忘れない、絶対忘れない、だから忘れられないじゃなくて忘れたくない、あ、うん、そのまま社員にしようかと思ってもう50個ぐらい出てきて、うん、それこそこういろいろな先生方にも見ていただいたんですよ、ね、でも結局最後にこれだよね、うん、で私たち言いたいのはということで社名になってしまいました。そう、すっごい一回見て、うん、
びっくりですよ、ね、ロゴですかって思ってそうです、ね、後ろに株式会社って書いてて、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。弔い業って言うんですね、うん、そうそうですね、うん、まあエンディング産業とかもよく言われますし、うん、フューネラルビジネスとか、そう言いますね、まあ、葬祭業とかいう、うん、いろんな名前があるんですが、うんうん、まあ私自身は、うん、弔いのお手伝いというふうに考えています。うん、うん、その弔うっていう言葉をすごく大切になさってるように感じるんですけれども、そうですね、はい、よくお葬式っておっしゃるんですけれども、うん、お葬式って実は弔いの中の儀式の一部なんですよね、うん、で弔うってそのもっとロングスパンで、はい、まあある意味お骨になってもまだ弔いの続いてる方もいらっしゃるし、うん、それこそ亡くなる少し前から始まる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ多くは亡くなった瞬間からお骨にするまで、うん、そうすると東京の場合、はい、火葬待ちとかお寺さんのご都合とか、はい、もう本当に5日1週間お待ちになる方も多いんですね、うん、でそうなった時に、うん、お通夜の日と告別式、まあ、葬儀告別式の2日間、うんうん、でお通夜1時間ですよね、うんうん、で葬儀1時間ですよね、うんうん、告別10分15分ですね、うんうん、そうすると2時間15分に集約される。そうですね、ご火葬してるのが約1時間前後入れてもせいぜい4時間の話なんですよ。うーん、遺族にとったら亡くなった瞬間からお骨になるまでずっと弔うんですよ。うーん、となるとお葬式って実は弔い時間の中のたったの4時間がお葬式、目いっぱい参加しても今のその葬儀っていうことだと4時間、4時間先生ね、そうなったらお葬式のところだけ注目できない。これも遺族としてはですね、遺族を経験したものとしては、うん、実はお葬式は弔いの一部なんだっていうことに気がつかれる。あ、そっか、そう、弔う中のお葬式するまで、うん、お家にじゃいらんない人一体どうするの、うん、といった時によくご遺体安置、はい、場所、うん、でも死者のホテルとか、うん、いろんな名前が出ています、はい、モルグとか、まあ、遺体置き場みたいなねあるんですけど、どうですか大事な人を、うん、こう遺体置き場とか倉庫となってるところとか、あ、そっか、預けられます？預けられないですね、やっぱり、うん、その肉体がある限り少しでも顔を見ていたいとか、うん、触れていたいっていうのがやっぱりご遺族の気持ちだと思うんですけども、そうなんです、うん、ところがですね、はい、東京にはそれが本当に少ないんですよ。で私は実は15の娘を小児がんで亡くしたんです。ちょうどですね、5年と2ヶ月前なんです。その時に、うん、まあ、それまでも供養業界にいたんですけど、はい、あ、安置してる時間ってこんなに大事な時間だったんだなっていうことをつくづく思って、うん、でこれを皆さん受け取れてない、うん、ある意味とっても大切な時間が受け取れないのが今の東京のシステムなんでしょうね、うん、でこれはもったいないなと実は思いました、うん、そしてこのかけがえのない時間をどなたにも味わっていただきたいと思ったんですよね、うん、でその悲しみも苦しみも味わう、味わう、それしかちょっとできないですよ、うん、でそこを何ももう得ることなく、まあちょっと聞いてもわかんない読経、あ、普段から上げてるわけでもないけど、そうですね、そうなんですよ、うんうん、下手したらですね英語の方がみんなわかりますよ、あ、そうですね、読経より、もしかしたらフランス語の方がわかるかもしれないうんうんうん、それぐらいわかんないんですよ。でそれ聞き続けるんですね2時間、うーん、もう
やりたくないですよね。やりたくなくなっちゃいますよね。でもね、その独協がどうして大事かっていうことを知ると、そうでもなくなる。へえ、確かに今まで私もほらお葬式とか何回か行ったことありますけど、このその独協がどう大事なのかっては聞いたことなかったけど、そうですね、どういった要はですね、あなた亡くなったんですよって言葉、そしてこういうふうにあの天国に行くんですよって教えてくださったんですよね。要はガイドみたいな。ガイドなんですね。それで同志さん。同志さん。導いていくんですね。まあ、釈迦のところまで導いていく。導かれないとなかなか行ったことない道ですからね。確かに。行ったことないね。そうね。確かにそれ 2,3 分で終わられても、心配。そうですね。だからやっぱりフルバージョン欲しい、ね。フルバージョン欲しいです。フルバージョン欲しいです。手厚く手厚く。はい。ですから私もなんか娘の時なんか、フルバージョンプラスできませんかみたいなね。そうですね。そうすると、こう枕経といってね、亡くなって今亡くなったんですよってことを教えに来てくださったりとかね、お寺さんね。そういうのもあるんですね。そうなんですよ。そういったお実感を、まあ、儀式だけに集約されるのではなく、安置期間というのがもう向き合う時間なわけですね。もうだって、手触れるのも、紙に触れることができるのも、もうあとはできないんですよ。大事な大事な存在に触れることもできなければ、もちろん声は聞こえないんですけど、何もできないんですね。でそのせっかく持てる2日間3日間を一度も会わずに、いきなりお通夜の日に棺という名の箱になって入っている人に会う、ちょっと切なくなりますね。そうですよね。なので娘を送った後に、まあ新しい会社を作りまして、それがあなたを忘れない株式会社で、何を作ったかというと、24時間その個人に寄り添って、隣で手を握って過ごせる場所を東京に、もう大きな夢を掲げてしまったんです。で、出会っちゃったんです。出会っちゃった。もう怖いぐらい出会っちゃった。あ、そうですか。もう多くの方々のご支援をいただいて、サポートをいただいて、でそれでできたのが、葛飾区の立石に作った曹操庵カノンという場所なんです。で曹操庵って何ですかって言われるんですけど、実は曹操の曹が曹気じゃなくて思いという人、心が下に来る思いで送る庵は寄りですよね。だから要はあなたの思いを亡き人にこう捧げられる、思いを届けられる場所ですよという意味で曹操庵と名を付けたんですよ。で、カノンは実は漢字で香るに音って書くんです、はい、音楽のカノンを引っ掛けてはいるんですけど、実はあの観音です。観音と観音さんの、はい、をちょっとこうなんとなく言いやすくとかカノンにして、で香ると音というのは、香りと音は亡き人に届くってと信じられてきてると思うんです。確かに。だからお声を上げるでしょ、音ね、あと音ね、このおりん叩くでしょ、だからその亡き人に届きますようにというので、カノン、香る音って書いてカノンって名前つけて、読めないでしょ、だからカタカナにしました。あ、そう、はい、そう、そこを作らせていただきました。すごいですね。そしたらもともと子育て中で、それで葬儀の司会をなさった後にすぐにっていう、はい、すぐにっていうのは要はですね、私葬儀の司会を始めて、でそのすぐ後に、なんでこんなに、まあ遺族がゆっくりできないんだろうと、で式場の問題じゃないかと思ったんですよね。で式場でゆっくりできるところって都内すごく少なかったんですね。でその頃まだ家族葬という言葉もちょっとしか出始めたばかりだったので、家族葬専門の自宅改装して、実家を改装して作っちゃった最初で、そこをいろんな葬儀屋さんに貸してたんです。そしたらいろんな葬儀屋さんのテクニック覚えちゃいましたしね。
どこの葬儀屋さんがどういうことしてるかも見ちゃいましたしね。うん、でそうこうしているうち、まあ、司会も続けてたんですけど、うん、まあ、あのその間にあのいろんなこと見てしまったために、うん、ご本もお声かけていただいて、うん、まあ、4冊書かせていただいて、うん、でしていたらば、うん、あの娘が病気になって、で分かった瞬間に全てをキャンセルして、うん、でも隠れちゃったんですね、うん、家に、うん、でからこう娘の闘病期間の2年3ヶ月、うん、でその後、まあ、うつ傾向に入っていた時期と、うん、結局現場を一気にこういなくなってしまう、うんうんうん、そして出会ったのがカノンという建物に出会ってしまったんですよ、うん、で娘を見送って、うん、翌年の、うん、まあ、さん怖いんですけど、はい、娘のお誕生日の前日に、うん、そこに連れて行かれちゃったんですよ。はあ、そう、看護専門学校になってるところに、うん、夏休み中のガラーンとした古い建物で、うんうんうん、えなんかちょっと出るみたいなぐらいの気分になるようなところに連れて行かれちゃったんですよね、はい、知り合いの不動産屋さんに、いや無理無理もう今何もできない、うん、気力ないっていう時に連れて行かれて、うん、そしたらね見えたんですよね自分がね、あそこで、あのこういうと笑っちゃうんですけど、うん、あの屋上からね見た時玄関に立ってる自分が見えた気がします。すごい、うん、でもそうなってね事業資金、うん、自由資金、うん、2億超えだったんですよね。うん、であの、うん、気力も体力もないし、うんうん、まあもう不義理して何も言わずに現場をもう全部クローズして、うんうん、挙句の果てにこう一層表に出てなかったので、うんうん、自信がなかった、うん、ところが、うん、お金が集まっちゃったんですよね。お金が集まっちゃう、どんな感じなんですか。はい、うん、こういう場所があってねと、東京にこういうところ本当は必要なんだけど、うん、私には力がないから、うん、誰かやらないって声かけてたんですよね、うん、でそしたらこう遺族支援をしてるメンバーが、うんうん、うわもう実はそのご相談に来ているね、はい、グリーフという悲しみを抱えている方の中に、うん、安置期間中の、はい、まあ、すごい悲しい思い出を未だに引きずっているという方が何人もいるんだってお話が出て、もうこれは作らなきゃいけないっていうことになったら、トントン拍子とはいかないんですけど、気がついたら半年ぐらいの間に、あのまあ私はあの全財産をそれこそ娘の保険金も含めて入れてますけれども、ギリギリの数時間で集まる。言いますね、これって言ったらもうその数字にすごいピタッとピタッと、うん、もう10万も余分にはない、うわもう導かれてる、節約です、節約、導かれてる感しかないですね、すごいですね、うん、怖かったです、うん、まあ、これはじゃあやるしかないということで、さまざまな方々のご支援をいただいて、はい、まあなんていうんですかね、守られた中というんですかね、ある意味、まあ、ものすごいやっぱり、ね、苦難の道はいっぱいありました。うん、もうあの本当にどれだけの山を越えたか分かんない、うん、ですけど、うん、必ず何とか なんかあるんですか。あると思いますよ。なんとかすごいね、それこそ導かれてますね、導かれてる、うん、命をそれに使いなさいと、そうですね、うん、そうなんですよ。あの私の娘が15で亡くなる、うん、まあ15になってすぐぐらいね、7月の23日の誕生日で、うんうんうん、でその誕生日超えたあたりですかね、はい、うん、私の時間を使うってことはね、私の命を使うということだと言い出すんですね、うん、だから、うん、そうなんです、怖いでしょ、15ですから、ね、すごいで、うん、その自分の命を使うのにふさわしいことにしかもう使いたくないと言い出して、うん、まあ自由にするんですけど、その言葉がものすごくこう頭にこう浮かんでくるんですね、うんうんうん、ということはこれは私の残りの命を使うべきことなんじゃないかと思って、この3年間開業から頑張ってきて、うんうんうん、あの、うん、
なんとか少しずつ社会のお役に立ててきたというようなところ、ね、3年すごいですね。ドラマティックですよ、毎日、うん、毎日ドラマ、一個一個がドラマですよね。そうですよね、本当にドラマですって、うん、もう今はね、うん、何がこう、うん、辛いと言って、闘病なさってる皆様からのご相談なんですよ、はい、病院に入れない、病院に入れない、あ、コロナで、コロナ で、 で例えばあの癌でね、闘病して、はい、今もう終末期を迎えるというと、緩和ケア病棟というところに行くんですね、で昔の緩和ケア病棟って昔って言ってもコロナ前の、はい、ここはコロナ、はもう時間関係なく会えたんですよ、でところが今は、検査をして、例えば家族の中の4人だけ登録、4人だけ、ある病院、あるところはね、ある緩和ケア病院が4人登録、はい、1日1時間1日1時間2人だけ、全然違いますね、2人だけです、で、例えば我が家だったらですね、娘がその時で、夫と、私と両親ですよね、お兄ちゃん2人、で私の親ですよね、孫ですからね、唯一の女の子の孫、で夫の両親と、この8人からたった4人しか選べない、厳しい、さらに、1日1時間2人ですよ、プライオリティ、優先順位、過酷です、ずっと一緒にいたいのに誰だってね、そうなんですよね、妻はね、もう40代50代の夫の手を握り続けたい、そうですね、でも産んだ母親は、私こそが背中をさすりたい、娘は娘でパパの顔を見たい、もうこの毎日なんです。でこういう方々が亡くなった後、そばから離れたくない、せめてと言って我々のところも探してくださるわけですよ、であるお客様にもっと分かりやすくしとけって怒られました、この間、もうね、僕がね、眼見でね、妻を連れて行ける場所をね、どれだけ探したと思ってるの、もっと分かりやすくしてよと、もう東京にそういう場所が一箇所しかないんだったら一箇所しかないとはっきり言ってよそしたらね、こんな苦労しなかったよ、おっしゃられたし、でもね、あのあるお客様はね、あのやっぱりこう癌で奥様亡くされたんですけど、看護を出る時に、私いなかったんですよ、うちのスタッフに、ここはね絶対に必要だから、何があっても守り抜くようにしてください、とおっしゃって帰られた、素晴らしい、このお客様ね、あの奥様がね、その闘病中に、僕はね妻とね、その都内のねいいホテルのね、いい部屋をね最後だからって言って、このコロナで旅行に行けないから、たくさん泊まり歩いた、でその大事な妻をどうして一人にできるの、だから僕は24時間絶対離れたくないとおっしゃって、あの弊社のホームページから、あの実はうちのお部屋ってたくさんあるんですよ、17部屋もある、変わってる場所もって、そこもすごいですね、ご遺体安置場所なのに17部屋あるんです、全部壁紙違う、でなぜかというと、実はうちの創業メンバーがみんな思いを込めて作ったからなんです、こういう風にしてあげたかったっていう、そうなんです、ご遺族への思いを、ここにここなら安置ができたとかね、いう思いで作ってるので、みんな違っちゃったんですよ、で実はその中に、私は娘をこの部屋に安置できるっていうね、私だったらこうしたいという部屋があって、裏で姫部屋って呼ばれてるんですけど、白いお部屋があるんですね、ソファーもあの布のソファーで、可愛らしいんですよ、でそこを見て、ここの部屋以外には妻は連れていけないという、結局そこに2番いらっしゃいました、4日間、
それで大きなお式場に移っていかれたんですけども、うんうん、毎日毎日一日中、うん、奥様との思い出のスライドショーを見てらっしゃって、うん、で、うちコーヒーをポットサービスしてるんですね、はい、各お部屋に、うん、でポットサービスお願いしますっていただいて、うん、コーヒーお持ちしたら時間ある、大丈夫です、ちょっと見て、でその奥様とのね、うん、ある意味その蜜月ですよね、うーん、もう余命宣告を受けていつこういう時間がもう二度と訪れるかわからないご夫妻が、うん、本当に素敵なベッドの、うん、お部屋のベッドに2人で寝転がってるところが、うん、まあ50代ですよ、うんうん、よくも来てますよ、うん、ふざけてね2人でね、うん、寝転がってる、うん、それがこうスライドショーで出てきて、うん、それを見てっておっしゃる、うん、で見させていただいて、もう愛ですよ、愛ですね、だから私ね今回すごく娘を弔う時も、うん、弔いって愛だなと思いましたけど、うん、こういったそのご主人方をこう拝見させていただくとつくつく思います、うん、愛だな、愛ですね、愛だな、そうですね、素敵って思いますね、うん、だから毎日、ね、なんていうんですか、連ドラ見てるみたいです、連ドラそうですね、もう毎日連ドラです、ね、しかも一個一個が濃いですね、濃いんですよ、もうだからこの間というよりは去年ね、うんうん、三回忌のお客様が、はい、うん、もう毎回北条カノンでしてくださる、へ、ありがたいことに、うん、そうです、うん、でそのお客様がね、うん、実家に帰ってきた気分だ、あ、お子さん亡くされてるんですよ、うん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 、でおっしゃるんで、うん、えって思ったら、すごく安心していられる、うん、家もドキドキするんですって、うん、若いをこうご子息亡くされていて、うんうんうん、って言っていらしてくださるんです、うん、本当にある意味幸せなお仕事、すごいね、本当に最後の人生のね、うん、まあ、皆さんどんな人生を送られたかわかんないですけど、うん、本当の最後の最後をそこでね、うん、一緒にお見送りできるお時間のサポートってすごい素敵なお仕事だと思います、うん、そうですね、だから、まあ、これだけだもん、そうなんですよ、うん、だからよくカノンってどういう場所ですかって聞かれるとすごく困るんです、でないんで、うん、で結局私個人様と、うん、ご家族がお泊まりになれる旅館みたいなところです、うん、申し上げる、はいはいはい、すごい表現ですね、私なんかおかみさんみたいな、うん、おかみさん、はい、うん、なので入ってすぐの正面玄関にお花も行けますし、うん、へー、すごい、おもてなしの一つだと思うんですね、もうもうもう毎週戦いです、毎週戦い、毎週戦いですよ、お花行けるの、うん、なぜ苦手なので、うんうんうん、もう下手でもいいから、うん、私が行けようと思った、あ、素晴らしい、もうお迎えする正面ですから、うんうんうん、行けようと思った、すごい、さっきのね、葬儀と弔い、うん、お葬儀、私もこう亡くなったらお葬儀っていうイメージだけがあったのが、うん、今日ねお話をお伺いしながら、うん、はい、さっきは弔いの中にお葬儀があるっていうのがすごくこう残って、うん、ありがとうございます、うん、そうだから儀式のねその4時間じゃなくて、うん、遺族にとったら3日間だったら24時間かける3なんですよ、そうですね、うん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 、なのでそういうスパンでちょっとお葬儀というか弔いを、うん、まあ、見送るということをね、うん、皆さん一度考えていただくと、うん、大事なお時間を失わないです、うん、大事なお時間ですね、うん、そうですね、そうですね、そんな中今全国で、ね、見学に来られる、ね、方が多いっていうふうに伺っております、そうなんですよ、うん、ちょっとね不思議なくらい、うんうん、実はカノンは地方のご葬儀社さんがまあツアーを組んでくださって、ツアーですか、ツアーを組んで、
見学に来てくださるんですね、うんうんうん、でそれで皆さん、今ね不思議なんですけど、うん、日本中にご遺族が故人様と一緒にいられる、うん、その一部屋を、うん、いろんなご葬儀社さんが作ってくださってる。へえ、素晴らしい。うん、もうカノンを見に来て作ってくださっているご葬儀社さんも何件もあるんです。へ、で東京だけできない。なぜだか分かります？なぜですか？場所？そうです、うん、土地がないんです。土地がない。反対運動起きちゃうんですよ。あ、ご遺体反対運動が起こる。うん、それで東京はなかなかできなくて、だからカノンができたのは奇跡。多分ここ10年ぐらいでこの規模で、うん、新しい弔いの場所ができたのは都内23区のうちだけじゃないかと。17部屋もね、はい、うん、いろんな部屋ありますから。そうですよね、17個あったら本当にいろんな部屋あってもあれですけど、うん、1部屋って言ったらそうね、なんかもう無難に作っちゃいますよね。小さな小花のね、桜の壁紙のお部屋とか、うん、ブルーの壁紙のお部屋とかですね、ほんとさまざまな色のお部屋がある、うん、黒い壁紙もある。へ、これがゴシック調でなかなかお花が綺麗です。黒い壁紙ってかっこいいんですよ。これって事前にその自分だったらここで送られたいなっていうのって、自分がねその思う時のご相談ってできるんですか？その見学とか。ご見学たくさんいらっしゃいます。あげくこの部屋っておっしゃるお客様もたくさんいらっしゃいます。じゃあもう仮予約というか、自分が亡くなった時にはここでみたいな、うん、いやもうあるご主人はその白いお部屋がね、うん、いいから、うんうん、既得なんですけど空いてますかって二度も三度もだよ、お電話いたら。あ、分かりましたって。うちはもう開けました。もう予約 NG にしました、うん、あ、へえ。あ、予約 NG もうしました。だってどうしてもそこ以外嫌だとおっしゃるんですよ、うんうんうん、だって収益大事ですよ、うん、でもその思いを我々組む方が大事だなと思うんです、うん、いやそうですよ。なんか亡くなるの待ちはしたくないですしね、うん、ちょっと待ってくださいとか、いや今だったら早めにっていうのも嫌だし。そうね、わあすごい、そういう寄り添い方ってすごい素敵ですね。開けて待ってる、うん、待ってるって言ったらちょっと変ですけど、ね、そうそうそう、お分けしてます、うん、へえ、すっごく喜んでくださいましたけど、ね、よかった。そうですね、これで24時間一緒にいられる。うん、結構男性の方がロマンティストです。ちょっと世の男性の方聞いてください、はい、本当にロマンティスト。そうですね、そうですよね、うん、ほとんどこういうことをおっしゃるのは男性です。妻を、妻との最後の時間をとかね、50代とか60代の方がおっしゃるんですよ。幸せですね、うん、そうですね、わあ、びっくりしますよ。うん、元気な時にそれだけ愛情かけて差し上げたらよかっただろうなと思うこともね、うん、ないわけじゃないんですけど、うん、おっしゃられます。妻と最後の部屋、うん、ドラマでしょう。ドラマですね、流行りそう、ね、なんか講演とかなさるといっぱいね言えないお話いっぱいあるので、ね、講演のご依頼もぜひ、ね、そうですね、講演と言いましたらね、うん、三村さんは本をたくさん出しておられまして、ね、出してる本のちょっとご紹介を。そうですね、はい、今までで、何冊出版なさってるんですか？4冊、はい、特にこの長岡書店さんって丁寧な5本作ってくださってるんですよ、うん、今画面にね出ている、はい、で長岡書店さんってね、うん、1年かけて本作らせてくれる。あ、そう、はい、編集さんがずっと寄り添ってくれる。寄り添ってくれる。親が死んで5分後にあなたがしなければならないこと、はい、これで、うん、これも題名全然違ったんですけど、うん、どれも違うんですよね。で私がもうよく言うんですよ、5分後にあなたしなきゃいけないことこれよ、うん、要は葬儀屋さんに電話しなきゃいけないの、うん、できますか、うん、それってやったことがない道は歩くわけですよね、うんうん、で葬儀屋さん選びってすごく難しいんですよ、うん、だって決めたことないでしょ。ないです。レストランだったら、うん、あ、今
回はちょっと違ったよなとか、うん、そうですね、これ違ったな、うん、評価違ったなと思いますけど、うん、早期できない、やり直しできないんですよ。そうですね、うん、だから5分後にそれを決めなきゃいけないだからこそ、うん、あの耳、お耳暖房にして大きくして、うん、誰かいい、ね、ご葬儀を出た時に、うん、ああよかったと思う葬儀があったらすかさずその葬儀屋さんの名刺もらってきてってよく言います。あ、経験者に聞くのが一番、だって食べたことのある人に聞く方が、そうですね、そうですね、お店確実じゃないですか、それと同じ、うん、で5分後にあなたそれするのよ、うん、っていう話、なるほど、を詳しく書きました、はい、ありがとうございます。他の本はどんな感じなんでしょうか。同じような系列なんですけど、うん、はい、あとは親に一人暮らしさせなさいっていう本は、うん、皆さんその私の、そう、葬儀の前があるわけですよ、はい、要は看取りがあるわけ、看取りの前に介護がある、はい、でそこでずっとサポートさせていただいて、うん、つくづく思ったのは、うん、あの看取る世代の我々はね、うん、あの親でもあるんですね、はい、だから親として子を見る、うん、子として親を見る、うん、両方できない時あるよ、うん、そしたらこうしたらいいんじゃないということを書きました。はい、これですね、親には一人暮らしをさせなさいって、はい、はい、はあ、そう、へー、これはちょっと介護が迫っている世代にもいい本ですね、うんうん、そうですね、そうですね、今まで出された5本でトータルで箱部数って何部ぐらいなんですか、うん、すごい出てそうな感じが、8万近いです、7万すごいですよ皆さん、ですね、うん、ありがたいです、はい、素晴らしい、ぜひまた皆さんもお手元に取ってみてください、ね、そうですね、これはすごい。そしてね、さっきも私楽屋で、はい、もうあのお話、はい、ご相談させていただきまして、はい、なんとですね、今日は最初にね、はい、出させていただきました、はい、ね、親が死んだ5分後にの本をですね、はいはい、プレゼントしていただきました。視聴者の皆さんにね、はい、抽選で何冊、はい、5、 あれ5分後だけに5ですね、はい、ありがとうございます。5分後なだけに5冊、はい、ありがとうございます。そうですね、でね、あの5冊ですね、はい、ご用意いただけます、はい、それでね、あの YouTube とかあと SNS に、応募はこちらからっていうのを出させていただきますんでね、はい、気になる方はあと Facebook をご覧になっている皆さんはコメント欄に書いていただきましたらキャッチアップいたしますからね、はい、1ヶ月後、この放送日から1ヶ月後をめどに発送なの予定で、はい、させていただこうと思っております。はい、はい、ありがとうございます。今日はどうでした、三村さん、ね、来ていただいて。楽しかったです。楽しかった、素敵なお話をたくさん、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。あと3回ぐらいはね、うん、そうですね、まだまだまだ出てる、もうこれもう始まりの、いや言えない話がいっぱいあるそうですね、はい、ありがとうございます。もう私はあの、もしあれだったら、うん、葬儀屋さんの選び方とか、ね、お葬式の仕方とか、ね、すごいですね、ね、ないからね、ね、あの、はい、それはお母さんに聞いても分かんない話ですもんね、うん、だって見送ったとしても、ね、そうですよね、分かんないですね、うん、そうですね、はい、わあすごい、ありがとうございます、はい、もしチャンスがあれば、はい、ありがとうございます。ご相談のある方は、あ、そうそうそう、ホームページをから、そうですね、はい、いろんな方のご相談も受けてます。すごいですね、うん、なんか人生相談になってますけど、うん、人生相談、はい、そうですね、はい、あの三村さんにご連絡、ね、ホームページからね、はい、ご連絡していただきましたら、はい、あのご相談にも乗っていただけるとのことです、はい、ありがとうございます、はい、さあ進行いたしましょう、クロ、はい、ちゃん、来週のゲストは、はい、おいで千秋さんになります。はい、おいで千秋さんはですね、はい、稼ぐ女性を日本中に増やすということでですね、はい、女性のね、起業支援をしておられる方です。はい、愛知県出身で私の高校の実は後輩だという感じでですねまたちょっと名古屋弁炸裂しながら進めていこうと思います。はい、はい、番組やゲストの方へのメッセージ、ご質問、アシスタントへの叱咤激励など info@azuriinc.com までどしどしお送りください。ツイッターの DM からもメッセージが送れます、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、今日は三村さん、あなたを忘れない株式会社の、はい、三村麻子さんに、ご登場いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。